今日の全日本女子プロレスは江戸時代には大いに栄えました戸田藩十万石の城下町大垣にやってまいりました。大垣は日本のほぼ中央に位置しております。明治の初めには大垣県と言っておりまして、それがまた岐阜県に変わったわけであります。そして城下町にはいかにもぴったりといった感じであります。北斗晶登場してまいります。顔に般若の面、まるで岡村を思わせるような北斗晶堂々の入場であります。天国と今日はこの山田敏夫とコンビを組んでの登場であります。青いテープがいっぱいリングに切っております。大垣城ホール、さあ北斗晶の紹介であります。音楽が変わりました。今注目若いコンビの登場であります。どうでしょうか。両膝を痛めて今苦しい最中であります。そして吉田もまた最中は思わしくありません。今日はお互いに悪い条件で大事な一戦を迎えました大垣城ホールであります。フジテレビ杯タッグトーナメントミッドサマー台風92、今日勝った方がいよいよ後楽園ホールでアジャそしてブルと対決するとこういうことになるわけですか。そうですね。まあ、決勝までねブルダージがねこうシードされてね待ってるという、ね、そうなんですね。まあ暑い夏の盛り全国各地を転戦しながらずっと苦しい試合を続けてまいりました両チームであります。北斗晶、山田敏夫、そして吉田麻里子、長谷川早紀江、試合が始まりました。まず長谷川の先制ストラット攻撃であります。これは当然でしょう。先に蹴っておかないとね。山田って強烈な蹴りを持っております。もう連発であります。長谷川崎へ、さあどうなんでしょうか。おお、なかなか思い切って今のスバット見てどうですか。足の状態まずまずですか。そうですね、このところに比べるとね、はい、キレはちょっといいですね。良くなってるかも分かりませんか、はい、多分早いうちにね、決着をつけたいんだと思いますね。そうでしょうね、どちらも傷を持ってますね。はいはい、できますんでね。早くも強烈に顔面にねソバットが入りました。蹴りが入りました。さあ長谷川先へ、またもです。ちょっとグローブからインキック気味長谷川先へであります。まず登場しておりますのが山田敏夫、そして赤コーナーが長谷川であります。もう今度は山田敏夫のキックを顔面に受けてしまいました。後ろからまた強烈な蹴りが入りました。お返し一発、そして今北斗晶が登場してまいりました。さあ今度は北斗どうするか。また顔面へ強烈な蹴り、カウンターになってまともに入りました。さあこれはたまりませんね。長谷川のソバットが呼び水になってますね。蹴り合いという感じです。はい、強烈なキック戦であります。そして今締め押されました。さあ今吉田麻里子が出てまいりました。おーおー、いやー今乗っている北斗晶であります。まあ自分の一歩をね作りました。そして下田、さらには三田と一歩を引き連れまして新しい軍団を結成しています。北斗晶であります。木刀が出てまいりました。まあ、問題はおーっと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 、山田とのコンビ、この辺りがどうなんでしょうか。あれあれ、木刀は使うなと、ね、そうですね、今山田から注意があったようですね、はい。まあ、この肉合戦やった時もね、このコンビはね
やはりこういった点が宮城君ちょっと失敗でしたよね。そうなんですよね、試合前もね、山田選手はとにかく競技だけは使ってほしくないんだと、この間もあのヒーローインタビューといいますかね、終わった後のインタビューでそうでしたね、ありましたね、はいはい、ちょっと表面化しちゃいましたね。そうですね、ただね、北斗はねとにかく自分には自分の戦い方があるんだと、はい、何を言ってんだ山田、そんな感じですね、うん、そうですか。ちょっと待った、今あのゴングが乱打されましたね。ああちょっとあの背中を痛めたんですか、まあ、レフリーストップじゃないですか。レフリーストップ、はい、あのね、村山大地レフリーが、ちょっと無理だというふうに言ってますね。あそうですか、長谷川ね、ああ両膝を痛め、しかもあの、まだね、あの腰を痛めてますからね、腰のね、血が溜まってるんです、やはり血が溜まってるんですが、そうですか、それね抜いてないんですよまだ、地味に変えます、それ暇がなくて、あそうですか。いやちょっと待ってください、今あの北斗晶、山田土屋がね中田川にしましたんで、そちらの方のレポートをね三宅アナウンサーに頼んでたんですけども、どうやら長谷川早紀江選手ということどうだったんですか。さっきのですね、ちょっとバックドロップ気味に落とされましたか。そうですね、バックドロップがね、あの急な角度で決まってね、決まってましたね、その時首から腰にかけてちょっとあのダメージが広がったんじゃないですか。そうでしたよね、はい、何かあの首がガクッといったような感じでバックドロップ、はいはい、ような感じであの受け身を取っておりました長谷川早紀江であります。あれさあ長谷川早紀江選手が泣いてね、試合続行今あの申し込んでますけども、そうしますとレフリーストップ、試合続行不可能、ですね、あっという間決着になりました、しかしもね、落ちた後ね、ちょっとね、こうなんていうんですか、完全に、はい、吉田麻里子、まだあのほとんど自分の出番はありませんでした。今本部席のマイクを取って、これはあのアピールであります。涙のアピール。ホットとですね、山田はハットも控え室に引き上げちゃったんですよね。そうですね。はい、我関せず、今吉田涙の絶叫であります。控え室に届けてばかり。今ホット、そして山田を呼んでおります。いやそれはそうでしょう。いや山田出てきましたよ。山田出ましたか。山田出てきましたよ。山田は出てきましたですけどもね。さあ、いやこれで勝って嬉しいのかよっていうのね、アピールしてましたね。あそうですか。この手のアピールはね、北斗は一番効くんじゃないかなと思うんですがね。しかも後輩に言われてね。あ北斗も出てきましたよ。北斗も出てきた。お、ああ北斗が今あの木刀を肩にゆっくりと出てまいりましたが。さあ一旦はあのレフリーストップ、今レフリーストップなんですけども、控え室からマイクでの絶叫を聞いて出てまいりました。ああ挑発してますね、負けるのが怖いのか。ここまで吉田麻里子に言われて北斗晶、さあどうするか、さあどうするか。お試合続行になりますか。あのジミー加山審判部長が吉田 そのアピールを聞き入れました。なるほど、あの1対2でもやるという吉田のアピールが通りましたね、はい、そうしますと長谷川石井に関してはもうちょっともうあの控え室の方に戻りました。1対2で吉田麻里子がやる。吉田麻里子一人だけです。しかし吉田だってね満身創痍という感じであります。ビンタをくれました。そしてタックだーっていった。ノーガンライトボームであります。これはカウント、あーっと3つだ。やはり最後全く山田敏夫を中に入れずに一人で戦いました。勝つには勝ったんですけども、北斗晶そして山田敏夫、このコンビ果たして後楽園ホールでブルーアジャを相手に戦うことができるかどうか。簡単に決着はつけましたが、やはり完全にもうあの山田敏夫を無視してましたからね、阿部さん。そうですね、今ね、これでカーッときたんでしょう、山田も。やっぱりね、あのこんなことそのままね、はい、あの仲間、もう完全に仲間ですね。そうなんですよね、もともとね、ちょっとこの山田と北斗というのはあのキャラクターとしてもですね、対価としても合わないんじゃありませんかね。コンビを組んだのが大きなあのミスト、そういった感じもいたします。フリックブル対100トーナメントであります。あーっとまた木刀を振っている。
これはよくありませんですね。はい、完全に敵しております。山田北斗、こんな感じで果たして大一番を後楽園ホールで迎えることができるんでしょうか。何か相手は吉田長谷川じゃなくて山田敏夫だったような北斗晶、さっと今北斗を肩に担ぎまして控え室に引き上げていきました。大切な一戦を前に風雲急をつけている感じの全日本女子プロレスであります。インタビューしようと思ったんですが、とてもご覧のようにインタビューできるような状態じゃありません。全くもう2人の仲間割れ状態がずっと続いております。このまま控室の方まで続いていくようであります。とてもインタビューできません。